木村拓也はジャニーズ退場に向けて動くのか平野耀らに追随報道の審議と工藤静香の影、ジャニーズ事務所を退場する可能性があるとされる木村拓也について様々な報道が流れています。特に最近のジャニーズ事務所の動向に不満を抱く工藤静香との関連性が注目されています。 この記事では、オンライン調査と提供された情報に基づき、木村拓也の退場の可能性やその背景について探っていきます。2023年7月14日現在、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が設立した事務所、とべ、には、次々とメンバーが合流しています。三宅県、平野市耀、神宮寺勇太などが既に加入し、 さらにインパクト大相も新グループ、イムップとして参加することが発表されました。この動きに注目が集まっている中で、木村拓哉の動向も注目を浴びています。一部の報道では、木村拓也まで平野注目らに追随と報じられ、木村がジャニーズ事務所を退除する可能性があるとされています。これは、的外れな情報ではないようであり、その理由として、 木村の妻である工藤静香が最近のジャニーズ事務所の対応に不信感を抱いていることが挙げられています。週刊、文春が報じったところによれば木村の出演が内定していた資生堂の CM がジャニー北川氏による性加害問題の影響で白紙になったとされています。 木村の現在の CM 出演料は1本8000万円前後であり、もし事務所の対応が原因で流れたのであれば、不動が起こるのも無理からぬことでしょう。さらに、今年4月期のドラマの視聴率で、木村主演の月9ドラマ、風間王やけオや、京城ゼロ、フジテレビ系、が福山雅春主演の TBS 系日曜劇場、ラストマン。 全盲の捜査官に敗れたことも、木村の意思決定に影響を与えたと言われています。木村は元 SMAP メンバーとして、事務所に残ることを選びましたが、それは、工藤とメリー北川副社長の深い絆があったからこそでした。しかし、現在の社長である藤島ジュリー稽子には、工藤に対する同じような、恩と義理は存在しないでしょう。 もし木村が継続的に批判を受けるような状況が続けば、退場する可能性はあると思います。と、芸能ライターは述べています。もし木村拓也が退場するならば、それはジャニーズ事務所にとって大きな衝撃となるでしょう。彼は事務所の大黒柱であり、その存在が事務所の基盤となっています。 しかし、一方で、ジャニーズ事務所にとっても変革の時期と言えるかもしれません。滝沢秀明氏が設立した、とべ、に次々とメンバーが参加しており、若手メンバーたちも新たな可能性を模索しているようです。このような状況下で、木村拓也が退場することで、事務所の屋台骨が揺らぐ可能性もあります。総括すると、 木村拓哉がジャニーズ事務所を退所する可能性について報道やオンライン調査を元に検証しました。彼の妻である工藤静香の不信感や最近の出来事がその背景に関与している可能性が示唆されています。今後の木村の動向に注目が集まりますが、彼の退場が実現すれば、ジャニーズ事務所にとっては大きな転機となることでしょう。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。